起きましたよ。寝坊ではないです。おはようございます。韓国のあんちゃんさん、くんしゅうきさん、おはさ JT さん、おはようございます。7月ですね。今日はね、早く起きたのでね、あーなんかね、朝配信をしないと起きれないから早く起きるんですよ。毎日早起きすごいねって言うけど、あの朝配信がないと起きれないんですよ。そら学校に行こうと思ったら、あ、なんか起きれなくて、しかも朝配信の時なんかうわーみたいにならずに起きれるんですよ。なんかなんて言うんだろう、普通になんか自然に起きれるし、今もうなんかもう寝たいとか思わないんですよ別に。寝起きすぐじゃないよ。あ、ちょっと、あ、まあ寝起きすぐっちゃすぐ。でも、あーって言って、やばいって言ってやったわけではない。日課ですか？日課ではないよ。日課でもないんだけど、って感じ。そう、早起きのために朝配信でしました。目覚ましのため。そうだよ。MKJ さん、おはようございます。かわちーたまきさん、おはようございます。こうやってやったらさ、なんか今日髪が変なんですよ。こうなってさ、ここがなんか出てきた。顔かわいい、かわいいかな。はいよ、最近見なくてなくて学校行ってくる。あ、頑張ってください。早い、ゆなさん、さらなんてまだまだだよ、出るの。はやぐると、おじゃまるさん、おはようございます。おはようございます。一郎さん、おはようございます。みちかさん、おはようございます。見にかけないのも可愛い。本当ですか、ありがとう。いいな、学校また行ってみたい。本当ですか。でもサラはずっと STU がいいです、本当は。毎日こんなこと言ってもあれだけど、ずっと STU がいいなって思ってます。学校もいいんですけど。アルレッキーさん、おはようございます。髪伸ばせてないですよ。4月のギフト、なんかな。メールのサーチのやつとか、ありがとうございます。おはようございます。エイコンさん、おしべさん、ドラマありがとうございます。配信もね、はい、なりましたよ。エンちゃんさん、あとエスペイさん、何て言うんだっけ、だるまありがとうございます。グッコも頑張ろう。なんか自分のでやってるんだなっていうか、なんかどうもできないや。おはようございます。エスペイさん、だるまありがとうございます。そうですね、テレビのでんじゃの STU 楽しんで男だけで入ってめっちゃ楽しいですよ。もうやばいぐらい楽しいよ。なんかね、いつも思うのがね、なんかサラがかわちはいさん、かわいい、ありがとうございます。サチンブリさん、ハートありがとう。なんか STU とかやめて何十歳とかになった時に、なんか過去を思い返したら今が一番楽しかったって思うかなって。あ、13歳とか14歳の時が一番楽しかったなって思うかなとか思う。過去を振り返った時にあんなこともないなってなるんかなって思った。あ、パンナ覚えたよ。
楽しく使える。もうこれ以上の楽しいことは人生ないかなみたいな。早寝坊した。ありがとうございます。最近朝配信多めですね。なるほど、きっと大人たちも。わかんないですけど。わかんないですけど、なんか、まあ、これ以上の楽しいことあるのかなと思う。その先のこと、なんか STU が楽しすぎてあれなんですよね。これが終わったらどうなのかなみたいな。青春と気づかないものってなんだっけ。なんかこれ高いんですよね。どうだろうかな。斜めじゃないこれ。その年で10周年、すごいですね。下半期の目標、目標は何やろ、目標、目標は、なんか分かんないですね。目標ないの。何しようかな、目標ね。なんかいつも明確な目標がない人がことが多いんですよ。何がいいと思いますか。安部さん、だるまありがとうございます。佐竹凛におんぶす。佐竹凛16人選抜に選ばれるで。今から見つけていく目標は STN 選手ね。なんか目標っていうか、なんか楽しくやりたいですね。楽しく仲良くやりたいです。目標は大きく、でもなんか遠い先の未来だったら、遠い先なんか未来だったら、普通にいつかはって言われだったら、武道館やりたいとか、 M ステ出たいとか、そういうのはあります。でもなんか下半期って言ったら具体的に見えてくるから、そういう目標がをなんかあれなんですよ。どうしようかなみたいな。メンバーの覚えてるよ。確かに目標持っていくけど、なんか目標とかがいつかは単位でしかないんですよね。小学生の時クラスの目標とか決めなかった？それは。でもなんかクラスの目標はなんか結構なんかプラスな言葉を組み合わせる感じなんですけど、なんか明るく元気に一つにみたいな。かわいいって。タモリさんはおんぶできないが頑張ります。今日は具体的なほどいい。でもなんかね、こうやったら今日のレッスンとかも負けず嫌いだっけ。負けず嫌い
なんかね、最近なんか自分は小さい頃は負けず嫌いかと思ってたんですけど、なんかね、年を取って気づいたんですよ。どうなんだろうって。なんかね、負けず嫌いじゃないかもしれないんですよ。わかんないんですよ。クラちゃんなら紅白出たいですね。あ、面白すぎる。朝から何の話？いや、スベさんだろ。ハートありがとうございます。サクチャーさん、かわいい、ありがとうございます。これを聞いて楽しいですか、皆さん。自分どうなんだろう、負けず嫌いなんだろうって言ってる人の配信を見て楽しいですか。ごめんなさい。コメントもさ、マイペースのイメージ。そう、でもマイフェイスはもう小学生の頃は言われてたけど、今は分かんない。なんか変わった、楽しいぞって。言わなくていいよ。ハートありがとうございます。あまり負けた経験がないとか、分からん。マイペースのスケジュールではない。中学生のこの絵描きすごいと思ってますので、ありがとう。マウンレスハートありがとうございます。芸能で成功する人は負けず嫌い。あ、そうだっか。楽しいよ、メンバーみんなと何したの楽しいみたいに。さあちゃんの話聞けて、わら、何じゃろ、自己評価聞けて楽しいけど。なんかね、なんか目標って言ったじゃないですか、下半期の目標はとかの時も、なんかこれを言ったらなんか真剣じゃないって思われとったかもって思って、あの時は言わんかったけど、なんかレッスンが楽しいとかも目標なんですよ。サラちゃんが話してるなら数字を1から数えてる時でも楽しい。1、2で嫌ですよ。エンチャーさん、ハートありがとうございます。ハーハーが欲しいなと。そうなんですか、どういうこと。もってことだよ、それがっていうわけではないよ。周りを蹴り落としてくれるぐらいの人が成功。そうなんだ。いや、いい目標じゃ、いい目標かもしれないですね。楽しければ自然に全部うまくいく。最近メンバーとの絡みにやけたこと、にやけたことは、絡みでにやけたこと、昨日ね、なんか会ってない人と会ってる子がいるので分かんないんですけど、なんかありそう。おととい、何だろう、その絡み、ちょっと待ってね。この後にメンバーとしたいことは、何をしたいだろう。いつかディズニー、子供たちは分からんけど、いつかディズニーランドに行きたいかなって感じ。コロニャンすると思ってるの。観客の中で公演したいとか願っていても、自分ではどうすることも。そうなんですよね、思ってもね、できないんですよ。待ってね、その体でにやけたことを答えたい。サラは何があるかな。なんか何があるかな。リエちゃんの〇〇さーのやつ。いやー違うよ、リエちゃんと一昨日かなんかに2人でずっと TikTok を見てたんですけど、なんかメルカリの CM にワンちゃんが出てくるんですよ。メルカリの CM のワンちゃん、可愛いねこの子って言ってたら
2級の犬ワンちゃんがあなんか2匹こうスッパって変わるんですよ、画面が移り変わるんですけど、その2匹目のワンちゃんがなんか変顔してるみたいな顔しててびっくりするんですよ。でそれを見て笑ってたのと、なんか TikTok でなんか一言で言う人がいて、その人を見て笑ってた。一言でなんか何かを言うみたいな、なんか LINE の記録がなかなかつかない、あいつに送ってやれみたいな、なんとかみたいな、なんか一言のゲイみたいな。でなんかわかんないけどリエちゃんともクソ大爆笑してて、超大爆笑してて、それでなんかもうあの大爆笑しすぎて涙が出てきたんですよ。そしたら涙が出てきて、ここが痛くなってきて、笑いすぎてもう目が痛くって、もうそれでメイクさんに目薬をもらって刺すことになっちゃいました。なんか何で笑えたんだろうと思うことで、もうやばいぐらい大爆笑してて、あとなんかみんなで、あこれも楽しかったんですよ、エアドロップで写真を送り合うんですけど、なんかエアドロップでなんかあれなんですよ、なんかエアドロップであれが刺されてるんです。なんかなんだっけ、近くにいる人となんか名前をみんな変えてるんですよ、携帯の名前はね、仮にバレたらあれだから新幹線とかで、だから名前を変えてて、そしたらあのみんなで送り合うみたいなのやってた。変顔がりねちゃんから突然送られてきたり、めっちゃ面白かった。そんな感じだった、それはずっとやってた。最初はただ送るためだけにやったけど、最後のなんかなんか誰かから来たよって言って、サモサーヤンとかにいっぱい送って、サーヤンがもう受け取ろうか迷ってるとか言ってくれて、可愛かった。そうファンの人が写真が来たらやばいみたいな。広島から東京4時間ぐらいかな、わかんない。東京ねあれなんですよ、あんま行ってないんですよ、2月から行ってない。ひろなやんさんおはようございます、おはようございます。マッスルってね、 TikTok 見てたらポケットから、あーそうよ、ポケットからキュンです、何落としたの恋ですみたいなやつでしょ、テテあれあれも面白かった。それに関する話も面白い話あるんですよ、体操服みたいなんとも可愛らしい、あんちゃんちゃんとみほちゃん、そうですね、喋らずに喋ることが緊張せずに、はい、2期生は TikTok しないと思います、ワンコ、そのワンちゃん変顔してる気があったか分かんない。そう今日も体操、ポケットからキュンです、何落としたの恋です、ゆでちゃんのさ、ももちゃん以外でペロペロしたいメンバー、いけちゃんかな、クッシーさんおはようございます、そらわれさん、なんて読むのか分かんない、おはようございます、けんさん、かずいさん、なんだそれ、吉田沙羅さんに壁ドンされてほしい。どういうこと、心くんで笑ったのことは何だった、心くんで笑ったことね、心くんで笑ったこと、いや心くん、心くんやだ、やっぱ朝配信があったら起きれるわ。いや心くんで笑ったことないめっちゃ面白いんよ、でも言いたくないんよ。面白い、なんかね、なんか言っていいかいいか悪いかが分からんのに、普通に情報がどうのとかじゃなくて、なんかコンプラっていうほどでもないかもしれんけど、なんか心くんの話、まあなんかおとといがまあどういう、なんかもういいわ、ちょっとやめとこう、もっと後で言う、ほんまに後で今度言うかも。
でもそんなんじゃダメ、でもそんなんじゃダメ、キュン。おはようございます、マスクさん。おはようございます、アマビューちゃん。最年長パセリにはパセリちゃんパセリちゃんって行くことは緊張しないのね。パセリちゃんパセリちゃんって行くって知ってるんですか。でもさ、昨日パセリちゃんがさ、なんか配信が見たくてさ、恋愛総選挙っていうのやっててさ、塾中に見たんですよ、無音で。でさ、なんかスマホでさ、無音でさ、ショールーム見る人はさ、どうやって見てんだろうって思ったんですよ。絶対わかんなくないって思ったんですよ、口の形でやって思ったけど。でもコメントでわかるんですね、雰囲気がね。そうだけん普通に楽しめた。でも全く違うことって捉えとるかもしれない。マリアさん入ってなかった。あ、そうなんですか。6周年の写真。関東は年内厳しいかな。マグリちゃんさん、ありがとう、旗ありがとう。塾中に、あ、配信してましたよ。塾中にパセリちゃんの配信を、サラちゃんの話してた、してんの見てない。サラ話してたかな。サラの話してた。ブラが楽勝してるだったよ。そう、なんでばっか楽勝してるとなんか絶対全部言えないことが多いんです、サラが笑うことは。あ、この前なんかやばいこといっぱいなんかあった。なんかあるメンバーになんとかみたいだねって言われたんですよ。あ、ちょっと名前も伏せときますね、あるメンバーに。それで、え、なんとかって何って言ったら、っていう顔されたんですよ。で、え、なんとかって何ってなって、なんかうんみたいな、なんか言いづらいみたいな、言葉で言いづらい、なんかこれ何々みたいじゃねって言われて、え、なんとかって何って言われたんですよ、サラが。そしたら、あ、なんとかなんとかって漢字で書くやつって言って漢字が浮かんだんですよ、その言葉がね。で、でもそれ意味が分からん、どういう意味、なんとかなんとそのワードですね、そのなんとかっていうのは、なんとかってどういう意味なんて言ったらさ、なんか言葉で言いづらいとか言うんですよ。で、何々めっちゃ気になるって言ったんですよ。じゃあ例えばなんて言うんって聞いたら、うんって言われて、でその瞬間マネージャーさんが通ったので、マネージャーさんに何々って何って聞いたんですよ。そしたらなんかマネージャーさんとそのメンバーが、さらにその言葉を言ったメンバーが目を合わせて笑い出したんですよ。なんか笑ったというか、なんか微妙な表情をしたのから、なんか何なんじゃろうと思って、なんか携帯で昨日の夜調べたんですよ。そしたらなんか、あ、そういうことだったんと思って、世間後で言うって言われたんですよ、その人に。だけどそう言ったんじゃって思って、面白かったんですよ。そう、なんか、あ、そういう、あ、察しって感じだった。なんか本当に思ってなくて、だってなんか大きい声で言ってたから普通に大丈夫かと思ってたんですけど、なんか大きい声でそのメンバーがそのことを言ってたから、そのことは普通にそういう普通なんかと思ったんですよ、なんか感じだし。そう言ったらさ、なんかそのマネージャーさんに聞いてもさ、なんか普通にではないよ、なんかうんとか言ってみたいな感じだったから、え、なんで答えてくれないのって思ってたら、さあこれ聞いたんかって思った。面白っ。あって、そうだって、なんか言ったくせに、言ったのにさ、なんかうん分からんとか言っとったらさ、面白いじゃん、なんで分からんのじゃろって思っとって、なんか言葉で言い表しづらい言葉ってどんな言葉なんかなって思っとったんや。メンバーの名前伏せての正解トーク、でもね、普通な感じかな、普通に誰とは言わないですよ。で、誰とは言わんよ。一応言わんとく。あら、誰じゃろうね、気になるんじゃが、じゃがーんって言わんよ。あ、りねちゃんじゃないよ。かわいいにゃ、大きい声。それが最近面白かったこと、言わんといてな。あ、楽しいけど仕事だいって頑張ってください。年下のさこちゃんな。さこちゃんからさ、その言葉を教わったって嫌じゃない。嫌だ。さこちゃんじゃないよ、なんかそう言ってたらなんか当てられそうだからもう言わない。福祉かだるまかしか浮かばないんだが、
シスタンスこちゃんなのもそれ想像できるメンバーが違うのんってこと想像できる気になるってリンクさん消去法ダメ高尾さんのとこでサラちゃんのコメントしたら盛り上がりました。本当にサーヤンねめっちゃ優しいんですよ。サーヤンねサラの配信のことフォローしとるって撮ったんですよショールームで。でもサラのサーヤンの配信よく見てます。タコありがとうございます。沖縄県キア何それ。サコちゃんだったサコちゃんじゃないので安心してください。両思いだったサーヤンと。おはようございます。柏木里奈さん優しくて純粋で真面目なサラちゃんな。別にそんな変でもないんですよ普通に日常生活ってはあんまり聞かないけど。でもショールームのコメントでも一回来たことがあってどういう意味かが分からなかったけどそういうことみたいなあるんですよ面白い。昨日さあ昨日あるんですよこれがさめっちゃ近すぐめっちゃ昨日あったけんびっくりした。ゆうしょうけいさん可愛いありがとう。リッキーさん高いありがとう。チャンさん何それサヤ見てる見てないでしょ。なんかサヤちゃんって私2人で振り向いたことあるんですよ。なんか振り向いたっていうかなんか恥ずかしかったことがあるんですよ一回。なんか昨日普通に昨日なんですけどなんか昨日いやなんかこれを普通にどうしたってか面白くないかもしれないけどちょうどなんか昨日のことだったっけ面白かった。なんかね昨日をなんか愛子じとさ愛ちゃんとさらちゃんって呼ばれたんですよ。でなんか愛子ちゃんと愛子じね愛子ちゃんとさらちゃんって言われてなんかスタジオだしホットでもないかもスタジオとチャートリーでやってて愛子ちゃんとさらちゃんって言われて行ったんですよ。そしたらなんかもう一人のさらちゃんがいたからなんかなんでいるのかなって思ってたんですよなんでいるのかなってなんかなんでなんかこういたこうやって通ったんですけどパッと止まったんですよ。なんかもう一人のさらちゃんがでなんでここで止まったのかなって思っててなんかサラたちの話の後に先生に話があるのかなって思ってたんですよ。そしたらさなんかこの曲は感情をなんとかする曲だからとか言っててなんでサラにそのことを言うのって思っててまだ分かってなかったんですよ。そしたらなんかそしたらあはいとか言っててはいって言ってなんかなんでか分かんないけどなんで3人で言ってんだろうって思ったんですよ。そしたらなんか分かったって言ったらなんかそれでなんかなんだっけもう一人のサラちゃんやなんでいるかさなんでいるのって思ったんですよ。でもなんか普通に用があるのかと思っててそうえサラが間違えたそれでサラが間違えたで結局なんか愛子ちゃんでなんか先生もあんまりこっち向かないからなんでこんな冷たいのって思ってたらサラが間違ってた面白いなんでいるのかなってそうよ多分みんなっていうか向こうの吉田沙羅ちゃんも沙羅のことをなんでいるのって思ってたと思うそうよ沙羅 でなんか先生にあそっちですかみたいなこと言ったんですよあみんなにもね。そしたらさなんかそうよって言ってえさ清水も下の名前沙羅ちゃんなのって聞かれたけあそうなんです沙羅なんですよって言ったらさえこっちの方のサラは清水よって呼び捨てされたなんかさ、まあ、さなんかサラちゃんとかさアイコちゃんもさアイちゃんとか言われてるのにさサラなんか清水よって言われたしかもさなんか間違えてさ恥ずかしかった上にさ呼び捨てまで食らってどうしようって感じそう面白かったんですよ昨日もう先生怖いです清水よって言われた吐き捨てられるように言われました面白いキモーってやばいじゃんウケる清水よ清水って言われたのさそれは先生そう違う清水って言われたらサラが振り向くってことよいらない講師ミサラだったそうなんやなんでおるん状態
面白かったんですよね。こっちの方の皿は清水よって言われた。さらされる先生、いやこれは梅先生じゃないですよ。梅先生とはまた別の先生もいるんですよ。さやかちゃんもこっちのさやかは高尾とか、え、でもなんかその辺はなんか上の名前で呼んでるような気がする。清水さらって本名だ。どういうこと、本名よ。なんでおるんかなって思っとったら、それサラの方だった。サラがなんでおるんかな。ケンピエイチさん、ハートありがとうございます。萌えかか、萌えか、なんか清水って呼びたくなってきた。なんでじゃろう。あとなんか暗闇の時、昨日なんかサラがなんかめっちゃ靴ずれして痛いんですよ今。だから靴下を暗闇とかの練習の時、靴下とかを脱いでやったらめっちゃこう足がなんかちょっとやっぱりあれじゃん、あれで振りで表さんといけんわこれは。清水サラの発音変えたらいけるかも。サラ、え、サラって言われるんですか。あー、でも清水だったので。なんで清水がないか。そうで、まあ、サラも気づいてなかったんですよ。なんでいるのって思ってたから、もう絶対思われてた 100%。 親御先生さん、サラちゃんエース清水長官ってどういうこと、なんでプロがいるのか、この後何か聞く、そうそう、なんでいるのかな、この後何か聞くのかなって思ったと思うんですよ。先生に何か用があるのかなみたいな。清水サラ、そう、サラしか書いた、もうとっくに考えて書いてる、昨日の水たまり。そうよ、とっくに乾きましたけど。すがさあちゃん、サラが取り戻そう。面白かったね。来んのから。なんかそういう話他にもあるかもしれん。来た時に言ってくれって思わんかった？え、何を、何を言ってくれ、何を。クッシーさん、かわいい、ありがとうございます。言ってくれ、言ってくれ、言ってくれ。小皿と大皿って何。言うから大変やなって。愛こじ、そう、なんか愛こじのことは、愛こじちゃんのことは愛ちゃんって言うんですよ。なんかみんななんとかちゃんって言われたのに、ソロさ、こっちの方のソロ清水よって吐き捨てられてしまう。もしプロと呼んでください。ソロさん、ハートありがとうございます。サラちゃんの話はさらっとね、どういうこと。そう、なんかスタジオも同じだったので、サラがカウンターって呼んだら二人じゃないですよ。カウンターって呼ばない。そう、格差が激しくってね、びっくりしました。もうじゃん、川端アンナちゃんとユナちゃんはもう区別が、だってみんなさ、メンバーで上の名前で呼ばなくない、あんまり。さらばさ、例えばでもさ、なんか夏希ちゃんとかもさ、なんかタムキチってあるから、タムキチとなっちゃんって分かれてるけど、なんか両方ニックネームさらだから、りんちゃんもりんこちゃんって来そう。りこちゃんも呼んでりん、来そう、来んよ。りこちゃんって呼んでりんこちゃんが来たらやばいじゃん。あ、でもなんかこの前さ、面白いことあったよ。なんかこの前さ、そういう系の話って面白いのあるんですよ。なんか池田ゆらちゃんがさ、なんか携帯どこってなんか後ろで言ったんですよ、メンバーが。そしたらさ、池田ゆらちゃんがさ、なんか池田ゆらちゃんがさ、振り向いたんですよ。なんで振り向いたんかと思ったら、携帯の声が池田に聞こえたって言ってました。なんかそういう名前で聞こえるのあると思った。なんかね、ももちゃんもなんかディセンバーで振り向くとか
Listen to me に笑いすぎた目がかくない。 Listen to me が Listen に聞こえるとか、なんかみんな結構あるんですよ、そういう系のやつ。なんか自分の名前呼んでないのに振り向くみたいな。でもサラはないんですよ、そういう経験が。今まで昨日しかない、そういうの。ディセンバーでももちゃん振り向くって。今宵の上ではディセンバー、ディセンバー面白い。携帯の声が池田に聞こえたって。それ面白かったね。めっちゃつぼってたんですよ。目がかゆいよ池田ちゃん。カックさん、今日からレジ袋が、あーマリアさんのやつだ。サラも持ってるよ。今村マリアさん滑舌ディセンバー、リリリさん、誰もありがとうございます。なんか面白い、面白い話なんかありそうじゃない。聞き間違い面白いね。目薬学校持って、そう目薬ね、マネージャーさんがね、メイクさんが持ってたんですよ。で、あ、これ差しなさいとか言われてグッピチってやったんですよ。もうでもまた笑ったけんさ、でも前は笑いようはこんなもんじゃないよ。もうこれの100倍は笑ってたんですよ、リエちゃんと。リエちゃんとこれの100倍くらい笑って、もう転げてもう耳塞いでなんかあーって思ってた。なんかスタジオのやつみたい。面白すぎるね。皿持ってきてダブルで反応しないかな。しないですね絶対。文脈で分かりますね、そういうのは分かるんですけど、振り向いたこと、その昨日ぐらいしかないですね、そういうこと。おはようございます、キヨさん。キヨさんおはようございます。携帯どこで振り向く。そう、100倍笑ってた、これのもう死ぬかと思った。しかもそれでさ、ノリでさ、マネージャーさんにもしてさ、これ見てください、ハハハハって言いながらマネージャーさんにそれ見せたら、マネージャーさん、チュアさん超マンコなんですよ。みたいな顔してたから、え、これ面白いのみたいな感じだった。なんかさ、いつもマネージャーさんに見せるようなことあんましないんですけどさ、その時だけノリで見せちゃいました。生きててよかったね。面白い。100倍はかん、とんでもねえな。サバとかザラで振り向いてあるわけないじゃないですか。また来ます、ミリーさんも来てください。そう面白いんですよ、なんかリエちゃんとったら笑いが出るんですよ。サラペクールに、これ明日足じゃん、欲しい、これ私じゃないと振り向くかな、わかんない。まあサラも絶対その皿持ってきてとかで反応するわけないじゃないですか。面白かった。そう、なんかリネちゃんが面白くて本当に笑えるんですよ。あれリネちゃんが解いたら面白くて笑えてきてるんですよ。めやちゃんと一緒に何々放送してほしいな。なんやクラコン講習も面白い。ええー、やば、見てないわクラコン。ちょっとゆりっちに教えてもらったんですけど。ゆりっちに教えてもらったんだけど、うちはでさ、あ、でもなんかね、なんかサラってひらがなで書いてる人あんまりおらんじゃん。でもさあ、でもさ、なんか漢字の人はおるじゃん、漢字じゃんみんなサラみたいな、シミサラって書く人おらんじゃん。受験さ、漢字受験、ラが見えたらサラかと思ったら、ラが見えてもなんかね、ラが見えても向こうの可能性もあるってことが最近分かった。ラが見えてもラも一緒だった、そういえば。それだけびっくりした。ツイッター見てこんな子なのか、え、何の子どんな子分からん。おはようございます、ヘンリーさん。今日から東海道新幹線、あ、そうなんだ、大笑大爆笑。吉田さんちゃん踊りました、え、見たことあるよ。おはようございます、ノイノイさん、ベリーヤンクさん、いいね、ゆらもらやで、ゆらもら、何それ、ゆらもら、おはようございます、かまいさん。そうだけどさ、なんかそれも違うってことが分かった。今日食パンに詰め込みました、うん、うん、詰め込んでないかな。さっと清水にまゆちゃん持ってた。7月の目標は楽しむってことですね。
てててててるるるてててててるるてて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 てるたたた、うふふ、かわいいって待って言っちゃった。セブンの金の食パン、あ、それみんな言ってるけど、なんか最近、なんか聞いてください、なんか最近なんか食パンを食べたらなんか食パンを食べたらなんかあれなんですよ、なんか顔がかゆくなるから食べるのやめた。セブンの金の食パン美味しいですよ、楽しむことを楽しもう。やゆは大は、あ、大笑い、なんか大爆笑って書こうとしたけど爆が抜けてしまったんかと思ったら大笑いって書いとったん。そういうこと、大爆笑のなんか大笑って何って思っとった。いやでもやゆちゃんよりさらちゃんの方が大爆笑しとるよ。いつ一日の朝から楽しそうだね。もう目標達成ね。はい、達成です、イエーイ。おはようございます、瀬戸島マン、なんて読むんじゃろ、わかんない。プロって字にすれば見やすいし、いやわかんない、え、なんかわかんないけど、なんか最近食パンを食べた後に顔が痒くなるっていうのがあって、顔が赤くなるんですよ。だからもう食べてないんですよ最近。あんまり食べないようにした。地元に高級食パン屋さんあってさあちゃんに差し入れできたらなって思った。あ、そうなんだ、高級食パン屋さん、へえ。パチパチおめでとう、何のこと、おめでとう、パチパチおめでとう、そう食パンに出てる。お米大好きに変えよう、松岡修造さんも喜ぶお米大好き、お米好きなのかな、松岡修造さん、何の話だろう。いや、お米ね大好きじゃないんですよ、そんなに、そんなに大好きじゃない。ちびりさあちゃんって言ってるのかと思ったらサラビのことかそれわかるでしょ、普通に考えて自分で言うわけないでしょ、わかってるでしょ、絶対嘘。はくちゃんさん、バラありがとうございます。この間スヌキうどん入れて、おいしそう、アレルギーやったらやばいですね。そうですね、はるさんハートありがとうございます。米粉パンなら食べれるのかな、かわいいって、ありがとうございます。まさみさんおんまり気味、いっぱいリコチのものにしか浮かばなくなった。食パンもうハルさんハートありがとう。サラはあまり最近あれ言ってないけんさ、あれを見た人が本家がリコちゃんかと思いそうじゃない本家リッキーさんハート、ハルさんハートありがとう。いや自分でヤヨちゃんって言うかな、ヤヨちゃん自分でヤヨちゃんって言わないですよ、私って言いますよ。あ、でもそういうややちゃんモードの時は言うかも。フランスパン、リッキーさんハートありがとうございます。サヌキうどんインチミコン、サヌキうどんあんまり食べないですねうん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 、学校行くよもうすぐ、教えてくれ。リッキーさんハートありがとうございます。サラはっていうね、サラソダソダ食パンの食って何なん知っとる、知らない、そだそだってそだそだ、学校楽しんでいい、いいなっていいな、いいな、そう学校行きたいってさっき言ってた。今泉は自分のこと今泉、あー言いますね、今泉はみたいに言ってるとりあえずそんな見ただけではならないですよお米の麺はヘルシー、食べたことない、自分でさ、さあちゃんはオッケー、これから言ってみるね。すば、あれタクちゃん、あ、でもタク、あのレイカちゃんはレカねって言いますね。サコちゃん以外自分のこと、ミディアちゃん、ミディアちゃんが、うちなんとかやけんって言っとるうちのあと知っとうとってわかんないけど、あ、うちはなんとかって言っとるよ、いつも言っとる。そうそう、変なコーナーダメです。昨日もでもね、モーちゃんに変語送ったんですよ、強烈なやつ送った。あんなクラコンなんてもうなんかゲノゲノゲでした。全然大丈夫。コッペパンも食べる、食べ、コッペパン食べコッペパンは食べ、まあ食べないですね。清水はねって言わないんで、言わないよ本人？本当におるのかな？こんなに？
そうなんですか。本人ですか。え、ほんまにこんなに運よくおるかな。なんか、え、本当にそうなの。食パンに対してアレルギーでとって笑った。言ってないかな。言ってないよね。あ、さこちゃん以外にちって言って、ちょっとコメント欄、え、ミリアちゃんだよね。え、こんなに運よくっていうか、そんなタイミングよくおるんかなって思った。そうなん。ラララコッペバ、わかりました。結構前から言っちゃうかな。言ってないよ、言ってないよ。ハート本物来たって。そう、ミリアちゃん、サラはね、ミリアちゃんの配信ね、あ、でも最近あんまり見てないかな。いや、学校頑張ってる。うん、ありがとう、頑張るね。ありがとう。そう。一人いたら30人いないよ、怖いよ。ミリアちゃん、優しい。偽物じゃないかも、本物だと思うよ。怪しいコメント来た。そう、優しいんですよ。ふん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 。ミディアちゃんっぽい、怖い。サラ、そう、サラのままミディアちゃんをしよう。まだおるかな。もうどっか行ったかもしれん。朝から行って、そう、なんか昨日最近、あ、その時におってほしかった。なんならサラのままミディアちゃん推しって昨日言ったけん。あ、マジでおるんだ。そうよ、そう、それでさ、そう、ほんまにマジでマジでマジで昨日その話をしたんですよ、配信の時に。サラママの推しはって言われたから、なんか、うん、誰でしょうって言ったら、ミリアちゃんでしたってやったんですよ昨日。そしたら今日たまたまおったけん。びっくりした。ミリアちゃん感じしてる。そう、サラのママのミリアちゃん推しでした。今日は食パン1枚もくろうって。そう、つやこい、ま、ません今日は。へえ、そうなんだ。そうなんですよ、本当にこれ話した。だっけ、ミリアちゃんとの写真欲しいって言われる、ママにいつも。言われるんですよ、本物。いや、わかんない、多分、本物でしょ。なんかでもさ、なんか遥か遠く。こっちさんとミリアの結婚した時も見られてるのかなと。そう、ヤヨちゃんとなんか二人でなんかミリアちゃんに向かって、なんかはるかと多くの地平線のミリアちゃんの顔の真似をするっていうことを前やってたんですよ。え、もうあれめっちゃ前ですね、3月とかですね。え、なんか時が経つの早いですね。バオ。コメントせずに潜んでる、おるかな。プロテインはどうあんの。プロテイン飲んどったけど、最近飲むヨーグルトに変えたかな。待って待って、見てないわら爆笑。でも想像つく。え、見てない。待って、やばいね。え、マジ、見てない。え、あれの時もって行きそうになった。え、なんかヤヤちゃんがさ、ちょっとヤヤちゃんのせいにしてもあれですけど、ヤヤちゃんがなんかミリアちゃんがこんなんなんよって、ミリアちゃんに、遠くにおったミリアちゃんにやったんですよ。めっちゃ離れとって、面白い、見てない。それなんか嫌だ、申し訳ないですって。見てない時何回か見たくない。そうよね、ミリアちゃん。面白い。面白いですね。そうよ、なんかね、ここの、ここよ、てんてん、ここでやったんですよ。いや、ヤヨちゃんのせいじゃないけど、それをなんかヤヨちゃんにミリアちゃんの包丁を教えてもらってやりました、それは。そうなんですよ。ちょっと影薄いよって。しーちゃんがぼーってしてるのはすごく見たことある。あ、なんか、あ、そうな、そう、なんか一時期さ、なんか一時期なんかサラが梅先生をなんか睨んどるみたいなのあったんですよ。なんかなんでそんなに睨んどるんって、いろんなメンバーにもうめっちゃ大量の人と言われたんですよ。なんか
なんか梅先生の話を聞くときに、サラが梅先生を睨んどったらしくって、なんか梅先生全然睨む気もないんですよ。全然なかったし、本当になんかな、睨らないんですけど、なんか梅先生のことを睨んどったみたいなあったんよ。しーちゃんが、そうそう、リアル、そうよ、しーちゃんって呼ばれてるんですよそう、みなちゃん面白いじゃろみなちゃんめっちゃ優しいんですよ。ぼーっとするそれは男梅だからな。え、違う、別に睨もうと思ってないのに、なんか睨んでるってめっちゃ言われた時期があったんだけど。え、あ、そっか、みなちゃん何、なんかあるんかな。何もないのにこんな朝から起きたのか。しーちゃん呼び参考にしよう。あ、まあ、しーちゃんって言ったらね、みなちゃん、みなちゃんの話題が秀逸ってそう、めっちゃ秀逸、睨まれた。え、違う、睨む気ないんですけど、なんか睨んどったみたいなあった。ぼーっとするとマイルドにいてくれるだけで、実際には睨んだはず。あー、怖い、隠語が隠されてるの。そうなんや、なんか睨んどるって言われとった時期があったけど、今は、最近は言われんくなった。サッシーさん、ハートありがとうございます。なんか自覚がなかったから怖かったんですよ。え、どういうことだったの。じゃあもうそろそろランキング読みます。ミリアちゃんが来てくれて今日も楽しく学校に行けそうですね。じゃあランキング読みます。1位、安部さん、ありがとうございました。そして2位、マムルーさん、ありがとうございました。そして3位、キューピーエイチさん、あ、間違えちゃった、まあいいや、ちゃん、ありがとうございました、ごめんなさい。そして4位、さくちゃんさん、ありがとうございました。時間あるかな。そして5位、よぴぞうさん、ありがとうございました。そして6位、つくしさん、ありがとうございました。そして7位、いちころさん、ありがとうございました。そして8位、ひりさん、ありがとうございました。そして9位、ならにしさん、ありがとうございました。そして10位、はるさん、ありがとうございました。そして11位、くっちゃんさん、ありがとうございました。そして12位、あきさとさん、ありがとうございました。そして13位、さくさくさん、ありがとうございました。45番、今泉ミリア、かっこ STU48 日記研究生さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですよ。そう、学校頑張ります。ありがとうございました。わーいって、まだ追ってくれるん。ありがとうございました。うん、まだ追ってくれとった、びっくりだ。ありがとうございました。